スクラントンはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の45番艦。艦名はペンシルベニア州スクラントンにちなんで命名された。その名を持つ艦としては未完成のオレゴンシティ90巡洋艦10番艦以来5隻目の海名以来2隻目。スクラントンの建造は1984年11月26日にバージニア州。 ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1986年8月29日に寄港した。1989年7月3日に、サラ・マクデート夫人によって命名、浸水し、1991年1月26日に、J.G. マイヤー艦長の指揮下収益した。スクラントンは、モジュール広報によって、ニューポートニューズで建造される。 最初の潜水艦であった。流骨は置かれず、各々の,の,の船体セクションが独立して製造された。内部構造の大半、機械部、配管は、船体セクションの開口部から内部に挿入された。個々の船体セクションは十分な正確さで組み立てられ、配管部も固く結び付けられた。その後船体は、艦ドックに入れられ、浮かべられた。2006年1月、スクラントンは、 アン、BLQ-11 長期機雷偵察システム、無人潜水艇の自動誘導、ドッキングに成功した。2011年3月、国連アンポリ決議1973で定められた、リビア飛行禁止空域を実行するため、リビア沖に派遣された。ありがとうございます。